皆さんこんにちは。小倉第一病院の吉松です。血液透析としては皆さんどのようなイメージをお持ちでしょうか？まあ、長い間ずっと病院で治療を続けないといけないというそんなイメージの方が多いんじゃないかなと思います。そういう病院に通う血液透析だけではなくてですね、現在では自宅でもできるような透析というのもあります。在宅血液透析というものになります。在宅血液透析は自宅で病院でするような血液透析をするわけなんですが、やはりメリットとしてはもう自宅でできますので、何回も週に3回とかですね、病院に通う必要がないということがありますし、だいたい病院で週3回、4、5時間ぐらい血液透析をするんですが、それより長い時間ですね、6時間とか8時間とか、もうその長い時間じっくりすることで体に負担の少ない血液透析をするという、そういう大きいメリットもあります。また週3回、じゃなくて週4回、5回とかですね、小刻みにするような、ちょっと時間の融通が効くようなメリットも大きいような治療となります。在宅血液透析というのは、病院でするような透析の、機械だったり透析液だったり、それを機械を自宅に設置して血液透析するというわけなんですけど、それだからといって追加で、経済的に、お金がかかるというわけではありませんでして、病院で透析するのと同じ負担で、治療することができます。ほとんどの人が病院でやっているような治療を自宅でしますので、ご自分で、針を刺したりということもありますし、ご家族のサポートも必要だったりしますので、全員が全員できるわけではないんですけど、もしできる方にとってはメリットも非常に大きいような治療になりまして、うちの病院でも在宅透析できる方はサポートするように努力しております。腎臓病や血液透析、在宅血液透析などでお悩みの方は、腎臓病専門施設へご相談ください。